岩手県道25号しわ港線は、岩手県しわ郡しわ町から宮古一へに至る県道である。起点付近しわ町から、早知根山のふもとを通って、宮古市の旧河合村地区へ抜ける道路線は、夏になると、早知根山登山の客で多く利用される。このため、小田越登山口を挟む内川目、竹パーキングから宮古一へつなぎ、早知根山荘前までの区間は、 夏季の登山シーズンにマイカー規制が敷かれており、登山客は竹谷、早地根ダム公園の駐車場にマイカーを置き、小田越え登山口までは有料シャトレバスに乗ることになる。また、同じ区間とおり、壁峠は、積雪のため冬季閉鎖が行われている。ABC、路線の奇襲点と道路現況。岩手県県土整備部。2020年5月2日閲覧。AB、 道路の区域の変更。岩手県。2020年5月2日閲覧。県道路線の認定主要な都道府県道及び、指導指定する県 S、道路法第56条の規定に基づく主要な、都道府県道及び指導平成5年5月11日建設省、国事第1270号、建設省、県道路線の認定に係る、国事事項の変更。岩手県。 2020年5月2日閲覧、ありがとうございます。